モラーヌ・ソルニエ H ・モランソニ、H ・ドイツ、プファルツ社製の E2 モラーヌ・ソルニエ H は、第一次世界大戦前の時代に、フランスで製造された、スポーツ機。成功した、モラーヌ・ソルニエ G の欲服をわずかに縮め、短冊機としたものである。G と同じく、当時のスポーツ機として成功した。ドイツでもライセンス生産されており、第一次世界大戦には、両側で参加した。 1913年6月にビーナーノイシュタットで開催された第2回国際航空機協議会においてローラン・ギャロスはモラー・ヌ・ソル2 a、AH、イで精密着陸賞を獲得した。フランス陸軍は本機26機を発注した。イギリス陸軍航空隊も本機をイギリスでライセンス生産していたクレアム・ホワイト社から少数を獲得した。フランスの機体は 第一次世界大戦の極初期、パイロットがまだ拳銃と小銃で空中戦を行っている時代にのみ使用された。またこのタイプはドイツでもプファルツフルークツイクベルケでライセンス生産され、エンジンの強化とともに EI、E2、E4、EV、e、E6 と進化した。それらはプロペラ回転と同調する LMG08、15機関銃1丁で武装していた。 現在、H 型は一機がルブールジェの航空宇宙博物館で保管されている。諸原性能、ありがとうございます。